昨日見た夢の話あカモスさん、あ、はいちょっといいですかどうぞ今…サイゼリヤじゃなくてサイゼリヤだろうが<あー> <laughs> えもう、もう一回言ってもらっていいですか <laughs> サイゼリヤじゃなくてサイゼリヤだろうがあー、よく間違うやつね。いやーでも正直僕もたまにどっちかわかんなくなるけど <laughs> いや、嫌嫌ねサイゼリヤ サイゼリアってことだサイゼって訳すのは良くないんですよ。あ<ー>ゼリアって訳すと、訳すといいと思うんですよ。<laughs> あ、ゼリアね。ゼリアあ、良くないですかそれを流行らしていこうとしてるわけ、ね、<laughs> そうです。なんでかって、サイゼリアが好きだからです。はいはい、<laughs> あのー、何が好きって、うん、なんでそんなに無能はサイゼリアが好きって言えるのかって、 私もう20年以上サイゼリア通ってるんですよ。別に好きかどうかな勝手に言えばいいとかね <laughs>。<laughs> そんな、はい。エビデンスみたいなのにんと思うけど <laughs>、はい。いや、いりますよ。あ,まあ、それ証明したいんですよ。はい、私サイゼリア好きを。俺の方が好きだと。はい。<laughs> そうですね。いや、尊女そこらの方には愛で負けないですよ。あ <laughs> あ、そうですね。なぜなら私、小学生ぐらいの時とか、誕生日どこにご飯食べに行きたいって聞かれたら、サイゼリアって言ってましたからね。 いやーそうね僕もそうじゃないかうん割とそうだったから結構言ってたよねもうごちそうだったよねごちそうでしたねなんかさ誕生日の時はなんかこう上限二千円みたいな二千円ぐらいであそんな感じだったいやそれさ回転寿司じゃない <laughs> いやサイズにもそうでして、ね、<laughs> その金額が決められてたのは、はい、サイズはさどっちかというと僕の思ってた雰囲気的にははい こうミラノ風ドリアを主軸に、もう一品頼んでいいよ、みたいな、はい。<laughs> あ、それ、それ通常の時ですよ。<laughs> あ,あ、そうだ、ね、あで、誕生日の時は、あ,<ー>あの、サイズリアって、あの、リブロースステーキか。 はいはいはい。であるんですけど、あの、それは、誕生日の時じゃないと頼めなかったみたいな。いや、雰囲気ね。雰囲気ダメって言われてないよね。いや、なん、ちょっとね、我々、あの、ちょっと気使ってね、そんな高いメニュー頼まなかったりしてた。なんとなくこう、自分の親の懐事情なんとなくね、子供なりに察して、でも、サイゼリアさん、高いって言っても、1000円超えてるメニューないですから。基本的に。あの、お酒は別ですけど。高いっていう、高くともってこと高くとも。 サインで、まあ、それぐらいサイゼリア好きで、いま、うん、未だに、まあ、最低月一は行ってる。<ー>少なくとも。はいはい。あのー、で、飽きない。うん、飽きないね。なんか、飽きたなってなんとなく思っててもさ、実際行ってくったらさ、はい、やっぱうめえわ。<laughs> いや、そうなんですよ。なるよ、ね、はい。で、サイゼリアさんもね、これは掲げてるところなんですよ。うん。一度きりの美味しさより、毎日美味しいこと。<ー>飽きない美味しさ。 っていうのを、コンセプトにされてるそうで、もう私はまんまと、サイズエリアの皆さんの術、術中に、はまってるわけですよ。ま、うんまで思いはい。あ、まんまって、お母さんの子ですかなんかイタリア人の人が記事書いてたよ。はい、イタリア出身の人が。はい。サイゼはまんまの味だ。ああ<ー>。家庭料理を、イタリアの家庭料理もうそのまんまっていう。ああ、いや、そうなんでしょ。そうだと思いますよ。 まあ私はイタリア行ったことないですし、うん、僕日本人ですけど。イタリアのまんまのご飯食べたことはない <laughs> ないですけど、わかります。そうでしょうと。はい、サイゼリアさんだったらそれぐらいやってのけるでしょうと。うん。まあそんなわけで、あのー、本日ですね、うん。あの、魂シリーズとして、はい、大好評魂シリーズとして。大好評はい。<laughs> はい、あのー、川本穂村と無能光の、うん、 えー、魂のサイゼリアメニュー5000っていうのを決めたいなと。ああ、はいはいはい。はい。なので、これから我々、あの、5品ずつサイゼリアさんのメニューをあげますと。まあ自分の好きな好きなもので。はい、で、それをまたブラッシュアップして、はい、このあの、昨日見た夢の話、書をサイゼリアさんのメニューに対して決めていこうかなと。2>, うん、2人で5個選ぶとね。そうです。5個ずつ出して5個に絞ると。いうことですね。 じゃあもう、それ食っとけば間違いないと。間違いないです。<laughs> はい。少なくとも、も<う><の>保証すると我々が。<laughs> いやサイゼリアさんはそうやって保証しても期待に応えてくださる方々ですよ、はい。サイゼリアってみんな行ったことあるんじゃないかな。いや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 。それ行ったことあります。全人類が行ったことあるでしょう。全人類まで行った。はい。まあ、ちょっと日本人。<laughs> 日本人。全日本人が行ったことあるでしょう。でも、はい、サイゼリアの隅から隅までメニュー食べましたかっていう話です。僕も全部は食った いや、多分ね、食べてますよ。我々。いや、僕は9割5分ぐらいだと思う。ああ、そうです。ちょいちょい逃してる。ま、あの、最前さんもね、定期的に結構頻繁にメニュー変わるまあ、それもある。そうそう。で、しかも、あの、期間、季節限定みたいなのももちろんあるんですけど、うん。グランドメニューが結構更新されるんです。はい。それもまた魅力の一つなんです。最近だとね、あの、羊肉ブームとかがあって、まあ、それがグランドメニューに入った。うん。まあまあ、本題に戻りましょう。じゃあ、5000選ぶために。 はい。一つずつ出していきましょう。はい。じゃあ、カウントさんからいいですかまあ、ちょうど羊スジ肉云々言ってたんで。はいこう。ほんと最近来て、はい。あまりの人気に、今販売してないんだよね。うん、で、なんか冬、冬です。冬頃から再開する。人気すぎて、あの、原材料がなくなってるそうですね。ラムのランプステーキね。はい。あのー、さっき言ってたステーキではないステーキ。うん 昔さ、その牛のランプステーキってあったよね。ありましたね。うん、あ,りたありました、ありました。でもそれがなんかいつの間にかなくなって、うん、で、最近羊にラムのランプステーキとしてなんか復活してる。はい、復活してますね復活っていうのか分からないけど。ね、いや、これがさ、なんか粉ついてくる。サイゼリア粉ね、うん。サイゼリア粉ついてくるじゃん。はい。<laughs> ありますね。あれがね、ラムに異常に合うのあの、クミンベースの、うん、あの、粉ですよね。なかなか日本人は、 食べ慣れてない味だと思うんですけどそうそう。あともう一個塩もついてさ、なんかあれもちょっと特殊なさ、はい。なんかわかんない。粉砂糖の塩版みたいなやつ。それをさ、あの、ラムの塊の肉にかけてさ、はいはい。食うわけ。はい。めっちゃうめえだと思う、うん。うん。あれは美味しいですね。うん、しかも、あの、羊肉ってやっぱり癖があることが多いと思うんですけど、うん、まあその癖が、こう、悪い方に作用してないというか、そうだね。食べやすいですよね。 だからもう、あの、気分悪くなる臭みじゃないんだよね。うん。まあ、香りというかね。はい、ね。比較的香りはついてない方じゃない,はい、はい、ラムにしては,はい、はい。そうですね。そんな気がします、ね。そう、だからその癖が美味しい。はい,は,いはい、はい、はい。これ一つ。ラムのランプステーキ。あ、ただね、一個注意点としてね。はい。 高額商品だ非常にね、お高いですよね。900円しますから。<laughs> サイズエリアさんの中では最高価格帯ですかサイズで900円って、お腹いっぱいになれますよって、額だよ、ね <laughs> まあ。小学生の頃の我々では頼めなかったメニュー。 でも大人になったから僕は900円毎回払って、いいですね。金持ちムーブをね <laughs>。はいはいはい。毎回やってますよ。まあもっとも金持ちムーブは多分ね、ボトルワイン頼むことだと思うけど <laughs>、うん。まあ我々はお酒飲まないですからね。一回も頼んだことないで、ねうん。でもあの、お酒飲む方はね、言っても安いらしいんで。まあらしいね、知らんけど。らしいですね。はい、酒頼まなすぎてさ。はい。相場も知らんし。で、うん、じゃあ私言っていいですかあ、ちなみに被ってなかった被ってないです。お<ー>はい。私一つ目。はい。 セルフサービスで取るチーズ、およびオリーブオイル。ちょっと待って、それメニュー <laughs> いや、メニューというかもうサイゼリアさんと言えば、やっぱ入ってきちゃうんですね。なるほどあの。ちなみに正式名称は確かグランモラビアチーズだったと思う。あ、そう。あの、まあ、いわゆる粉チーズなんですけど、うん、ちょっと粒が大きめで、ちょっとふわふわした食感なんですけど、うん。これがね、あのー、よく、 粉チーズって言えば、皆さん、あの、パルメザンチーズって、あの、クラフトさん。パルメザンチーズを思い浮かべると思う。うん、あれじゃないんですよ。これはちょっと食べた方にしかわからないかもしれないですけど。ああ謎の輸入品みたいなパッケージのやつが、セルフサービスのところ置いてあるよね。はい、チーズ。そう、そうですね。うん、はい。見たことないやつ。サイズがで。サイズがいいで。いや、あれはだって、ね。違う違うゼリア以外で。ゼリア以外で、<ゼリ> <laughs> 外で見たことないと思います。たぶんあ,あれは、その、 サイゼリアさんの何がすごいかって、うん。あの、イタリアとか、まあそういう違う国から直輸入してるんですよね。うん、その工場とか生産ラインを作ったりとかして、まあ生産だったり、あとまあ、お野菜とかもそうなんですけど。ええー、それイタリアでってことイタリアとか。いろんな国で。えー、まあこれちょっと、おいおい解説していきたいんですけど。ええーはい。多分それで入ってるチーズなんじゃないかと思うんです。それ調べてないんでわからないんですけど。だったら日本語で書くんじゃない あ、だから、カタカナって書いてありますよ。あ、そうなんグランモラ、ビア、グランモラビアチーズって確か書いてありますね。はい。そうですか。<laughs> はい。あとね、オリーブオイルね。うん、いや、これね、サイゼリアさんね、オリーブオイル、まあ、使い放題って言ったらあれなんですけど、自分で取ってきて、うん、まあ、使いたい人は使うんですけど、うん、これね、オリーブオイルも美味しいんですよ。うん、まあ、オリーブオイルは私がそもそも好きっていうのもあるんですけど、さすがにオリーブオイルのね、味の違いはわかんないわ。<laughs> いや、味の違いまでは正直私もわかんないですけど、<laughs> あの、た、ただちょっとうんちく言わせてもらうと、はい オイルって、あの、よく言うじゃないですか。酸化するって。言うね。でも、サイゼリアさんは、確かイタリアだったと思うんですけど、ちゃんと農園と契約してて、オリーブ農園と契約してて、はいはい、あの、すごい鮮度を保つために、まあ、温度とか、ボトリングとか、うん、そういうのにすごい気を使って、日本まで入れてきて、出してるんです。うん、だから、うんうん、あんな風に、まあ、安いっていうか、その、セルフサービスっていうか、使い放題なんで、半、置けると。 いろんな料理にかけて食べてみていただきたいんですよね。ピザとか。かオリーブオイルを自由に使っていいってあんまり。なくないですかあんまりないよね。ないでしょう。ま、少なくとも僕らが行くような店に。<laughs> そ,うそうそうそう。いや、なんで、食べ物に、自分が頼んでるメニューに、ちょっとかけるオリーブオイル、うん、あと、あとはグランモラビアチーズをかけて食べると、どういう味になるかっていうのも、ぜひ試してみていただきたくて。で、 そのサイゼリアさんの企業努力までイメージしながら食べてみていただきたい。いろんな料理を。で、こう、オリジナルでね、食べて。それ以外に唐辛子フレークとか、最近だとチリソースと、そういうのもあるんで、ぜひ、お試しください。メニューじゃないと。<laughs> いや、いいんだよ。愛を語りたいだけなので。わかりました。じゃあ次、河本さんお願いします。じゃあ、前菜、小指のサラダ。はい、来ると思いまして。入ってんのあのー、殿堂入りさせてました。え、殿堂 <laughs> 入りさせてました、私。はぁ、あ。 電動入りしてるから今回は入ってこないそうです、そうです、そうです。いや、小指のサラダはね、はい。うますぎる。あれやばいですよね。だって、小指のサラダなんてさ、他で食えないじゃん。はい、はい。ど、どこで食えるのん。あの、ちゃんとしたイタリア料理店なら食えるのかもしれないけど、そんなとこ行かないし。うん。エビ乗ってんすよ、サラダに。ねえ。リリの。あれだけでね、もりもり。ねいや、しかもね、はい。あれ、いくらかな ?350 円するの。うん。一皿。 昔はさ、こう、三人なり四人なり家族で行ってさ、はいはい。小指のサラダ一個、もしくは二個ぐらい頼んで、はい。みんなで分けて食ってたじゃん。はい。大人になるとね、一皿一人で食えるんですよ。まあ私も小学生の時ね、こうあのか、家族で行った時とかに小指のかカクテルサラダ頼んで、 なんでカウントそんなエビ持ってくんだよとかね。そういうこと思ってますよ、ね。エビの割い合いになる。エビの割合で喧嘩になる、ね。そう、その喧嘩も起きない,きないですからね。大人になると。で,で、うんいや、私これ、さっきのオリーブオイルの話しますけど、はい、私、小指のカクテルサラダ頼むとき、ドレッシングかけないでくださいっていう。うん、で、自分でオリーブオイルと塩。うん、まあ、場合によっては、あの、ドリンクバーコーナーにあるレモン汁。はい、あれを持ってきて、で、自分で、 あの、ドレッシングを作って食べるっていうのが好きなんですよね。いや、これね、あの、多分みん、やったことない人が多いと思うんだけど、はい。あのー、 店員さんもね、あ、またつぶってるやつ来たわ、つって慣れてるから、ドレッシングなしでって言ったら、あ、わかりましたってすぐ受け入れてくれるから、一回言ってみてもいいんじゃないかなって。いや、言ってみてください。あの、心よく受け入れてくださる。つぶってるわ、とは思ってるけど、あの、焼肉塩で食べるみたいな。そうね。お首にも出さずに、わかりましたって言ってくれるから、つけ麺最初麺だけで食べるみたいな。そうそう。そば塩で食う。そば塩で食べる。 <laughs> そう、それと同じ。はいはい。そういうのあるんで。いや、これ、またちょっとうんちく1個紹介してもいいですかはい。今のあの、サラダの話で。はい。あの、サイゼリアさんほんとすごくて、あの、当時、サイゼリアさんが、 ゼリー当,当時っていついや、まあ、サイゼリアさんが創業して、まあ、しばらくチェーン展開した後ぐらいじゃないですか。うん、サイゼリアさんが納得するレタスっていうのが、この世に存在しなかったらしいんですよ。うん、この世に存在しなかったらしい。まあ、日本には。それは困りましたね。ねで、まあ、これは何や、んやかんやいろいろ理由があるんですけど、うん、こう、ロスが多いとか、うん、かそういうのがいろいろあった結果、はい、サイゼリアさん何をしたかっていうと、うん、自分たちで種から作ったらしいんですよ。禁種改良して、だから今、皆さん、我々が食べてる、うん、 あの、小指のカクテルサラダとかに入ってるレタスは、うん、えっとですね。ゼリアオリジナル。オリジナルです。あの、18号らしいです。うん、ああ、その、10十18回しましたね。あ、そうそうそう。そうそう。<laughs> 海底18回しし。海底十八回してる、すごい、こう、ハイブリッドな、進化したレタスらしいんですよ。で、実際、<laughs> はい、確かに、 あの、他の、あのー、ファミレスチェーンのを腐すわけでは全くないですけど、うんうん、サイゼリアで出てくるレタスのパリパリ感すごい。うん、そういう秘密があったんだね。らしいですよ。なんか今ヒカルんがさ、レタスについて語り始めてすごい不安になったんだけどさ。はい。 これ勘違いする人、まあいないと思うけど、一応言っとくとね。はい、別にゼリアさんからね、1円たりともらってないからあ<ー>。ああ <laughs>、そこの意識なかったな。いや、だからプロモーションを含むって出てないと思うんだけど、この動画に。はい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 。1円ももらってないですか。1円ももらってない。これただ、ゼリアさんに対する愛だけでやってますから、ねうん。そうだね。まあ、はい、ゼリアさんの連絡はお待ちしてるけど <laughs>。はい。<laughs> そうだね。まあ、小指のサラダ、はい、僕は。 二つ目で選ばせていただきます。納得です。じゃあ私、次行ってもいいですかはい。ええ私の二つ、私、ムノの二つ目のメニューは、柔らか豆のオンサラダ。オンってあったかいのオンですけど、はいはい。これ、比較的新しいメニュー。え僕、学生の時食ってたよ。えいや、絶対食ってたよ。いや、多分、ちょっと変わってると思う。まあまあ、それは、まあそこはいいですはいいや、まあ私の比較的新しいって、私、小学生の時から言ってます。すいません。20年の年季が。はい。そうです。 あので、これね、グリーンピースかなが、こう、あったかい状態で置いてあって、うん、でそれがこう、ベーコンとあえてあって、うん、で、そこに、えっ、ー、と、半熟卵が乗ってるっていうメニューなんですけど、うん、これがね、なんかね、妙に美味しいんですよね。うん。うん、その淡白な豆に、その、ベーコンから出たね、この、肉の脂があって、で、そこにこう、半熟卵、とろっとあって、で、ここにさっき言ってた、グランモラビアチーズを、 ぶっかけて食べるっていうのが、山ほど。山ほどぶっかけて食べるのは本当に美味しいんですよ。僕ね、あれ単体ではそんな好きじゃないんだよね。はい、タバスコ合うなって思う。あー、合いますね。まあ、もう一個は、あのー、えっ、ー、と、ペペロンチーノか、うん、あアーリオオーリオかな。うん、あの、まあ、ス、スパスタを頼んで、うん、あれを柔らかめのオンサラダをぶっ込んで食べるっていうのも、 これまた美味しいです。それヒカル君よくやってるけど、僕はそれはちょっとどう,思う <laughs> いいだろ、別に僕が好きなもん言ってるだけなんだから。別に、しなじーねえなって思うから。いや、あの、いや、まあまあ、わかりましたよ。<laughs> いや、私がこの柔らか豆のオンサラダで言いたかったのは、はい、久しぶりにサイゼリアに行った人が頼むメニューではないと思う。ああ、はいはいはい、はいはい。なんで、あえて頼んでほしいんです。しかも安いですよ。300円かな ?300 円メニューとかなんで。うん。ぜひ頼んでいただきたいですね。 なるほど、ね、はいじゃあ続いてカウさん2つ目 2> 僕はねその同じ300円の小皿だったらね、はい、これあの辛味チキン辛味チキンねいやもうサイズを代表する料理の一つじゃないですかいやあねあれあれとついをなすメニューですよね辛味チキン辛味チキンはもう万人におすすめしたい、うん、まあ間違いないです、ね、手羽先な何あれ <laughs> あれなんなんの手羽手羽中 まあ、そんな感じのやつ。そんな感じのやつ。が、多分油で揚げてあって、なんか辛みがうん。揚げるっていうか。揚げ、揚げ焼きみたいな。感じいなね。オーブン的なね、調理だと思う。あれがね、安い、うまい、早い。はい。以上です。なるほど。いや、そうですよね。あれ、うまいんだよ。あれ美味しいですよね、本当に。ちなみに、それで、あの、思い出したんですけど、いや、本当かどうかわからないですけど、サイズエリアさんって、キッチンのスタッフの方がめちゃめちゃ人数少ないらしいんですよ。 っていうのは、ものすごく簡単に調理できるようにされてるらしくて、だから値段が安いそうですよ。効率的ってことものすごく効率的。だからか火使わないんでしょあ、らしいですね。コンロないらしいですよ。コンロないし、包丁もないって聞いたの。あ、そうそうそう。だから基本、チンとか、あの、まあ、オーブンとかあったらわかんないんですけど、ね、入れて、ピッてボタンを押して、出てきたら出す。めちゃうまい,いからね。それでね、いやだからそれで、それで美味しいっていうのが、 どれだけサイズエリアさんの、まあ、セントラルキッチンみたいな、うん、その、一個の場所で調理して各店舗に流すっていうセントラルキッチンが発達してるかっていうことだと思うんですよ。全部想像で言ってますけどね。どんだけ計算し尽くされてるかってことね。そうです。うまいのよ。しかもさ、うんはい、300円だよ。5ピースぐらいで。ねえ<ー>。いや、辛味付キもおすすめですよ。いやー、素晴らしい。うまっ、食べたことない人毎日いたらね、はい、絶対食べてほしい。うん。超うまいから。これ300円うん。正気ですか ってなりますからねれて最近あの持ち帰りメニューでね、あの20個入りみたいなの売ってるそうですけどね。はい。いや、うちのお母さん買ってましたよ。<laughs> マジ <laughs> 好きじゃん。めっちゃ食ってたんじゃない。一家全員好きじゃん。僕はたまたま行って冷凍庫見たらめちゃくちゃ減ってたから。はい、<laughs> めちゃ食べてんじゃん。ためちゃめちゃ食べてた。うちのお母さんも好きという。はい。で、次。私のむの三つ目。イカスミパスタ。 うんこれちょっと正確なメニュー名忘れちゃったんです。あの、いや、これ異論あると思います。イカスミのパスタね。イカスミのパスタ。で、あのー、私、サイゼリアあんま行ったことない人をサイゼリアに連れて行くのが好きなんですよ。変な趣味持ってますね。はい。性癖性癖です。あの、自分がね、その好きなものを、ね、伝えたい。 気持ちがあるんで。サイゼリアあんま行ったことない人ってまだ日本にい,いやー、これはね、<laughs> 結構いるんですよ。あ、そうなんだ。はい。私、だいたいみんなね、3週に1回、2週に1回ぐらいのペースで行ってるかなと思ったら、いやー、なんか何年か前に行ったきりですね。マジでと言う人いるんですよ。離島に住んでるのうん。そうそう,そう。<laughs> そうそう。だから東京にね、出てきてくれた時に連れてくんですけど。<laughs> はい。いや、で、それで、 イカスミパスタを勧めるんですよ。で、まあ私食べるんで、うん、あの、一緒に食べてもらうんです。あんま反応良くないんですよ。<laughs> <laughs> ダメじゃん。<laughs> いや、これね、いや、イカスミパスタがそもそも、あの、すごい独特な食べ物なので、うん。あのー、そんなにサイズ以外で食ったことないけどね <laughs>。そこなんですよ。ポイントそこで、サイズでリアってイタリア料理じゃないですか。はい、で、 イタリア料理屋に行って、イカスミパスタあると思いますよ。うん、でも大体値段1300円とか1500円とかしますよ。まあそもそも行かないからね、うん、イタリア料理。そう、行かない。我々行かないんですけど、まあ多分するでしょう。<laughs> うんうん、でも、サイゼリアのイカスミパスタ500円ですかお<ー> ?500 円ですよ。いやでもそれ言い出したら全てのメニュー言えるんじゃないですかいやそう、いやそう。まあそれはそうなんですけど、<laughs> そうなんですけどね。<laughs> それだけよくか、もうその手頃なさ、大衆店のさ、はい、にパスタはあれどイカスミパスタはないってことね。 あまあ、それもありますね。サイズじゃないとない。ね、あのー、スーパーとかでね、イカスミパスタの,あのパックみたいなソース、あ、うん、えるソースみたいなあると思うます全然味違いますから。うん、あそうなんだ。違います。明らかに美味しいと私は感じるんで、イカスミパスタ好きな人は、 ぜひサイズリア行って食べてみていただきたいですし、ちょっとなんか今日冒険してみようかなみたいな。やんちゃしちゃおうかなみたいな気分の方は、イカスミパスタ頼んでみていただきたい。デートの時とかおすすめだよね。ああ、歯真っ黒になってね。その後がね、うまくいかなくなるんでね。おすすめです。いやいや、それも思い出の一つじゃん。いやでもこれね、一つのね、家族の形だと思うんですよ。あの私家族でね、行くんですよ。行って、遠慮、何の遠慮もなく、 イカスミパスタを食べて、口の歯もね、口の周りもね、真っ黒になって、笑うっていう。うしかも、一個しか頼んでないのに、みんなシェアして食うから、はい、そう。ね、みんな歯、ま、<laughs> 真っ黒になるっていう、すごいいい光景じゃないですか。うん、かはい。だから、これ私の理想の家庭の形なんですよ。<laughs> イカスミパスタだから繋ぐ。そう。家族の絆。<laughs> そう。そうまあ、じゃあ。よくないですか、今の。食えばいいじゃなか <laughs> はい。だからね、あの、娘がもう少し大きくなったら一緒に食べようかなと思ってます。はい。はい。はい。どうする将来デートンと食い出したら。ああ、でもそれを受け入れられないような、あの、結論の小さい男は用なしです。まあ確かにね。はい。じゃあ4つ目いかせていただいていいですかはい、どうぞ。デザート行こうかな。おー、いいですね。ティラミスクラシコ。おお、意外なとこ来ましたね。300円。これティラミス。まあこれはね、まあティラミスよ。 まあ普通はティラミスですよ。はい。なんだけど、はい、美味しい。うん、<laughs> 美味しいですね。うん、普通にうまい。うん。いや、で、これは、さっきの、まんまの味がどうたら言ってたイタリア人の方も、はいはい。サイズのデザートで2番目にうまいって言ったから。おお。まあ気になるところですけど、うん 掘り下げずに行きましょう。一番プリンだった。<laughs> 言うんだ。<laughs> サイゼリアのプリンね、あの、めちゃ硬いんです、うん。あんま食ったことない。<laughs> あの、硬い、硬いっていうか、すごい甘くて、多分、多分、ごめんなさい、私もあんまり、ね、記憶してないんですけど、うん、あ、ちなみに、こ,この話ほぼ、ほぼ全部記憶で喋ってますからね。うん、だから正確性はあんまり、あの、期待しないでいただいて。うん、で、イタリアンプリンって、うん、ちょっと硬いんですで。多分、砂糖の量が多いんだと思うんですけど、 あの、すごい甘いんですうん。なんでかって、コーヒーに合うようにできてるんです。ああエスプレッソに。エスプレッソに。ソにああなるほど、ね。あの、甘ったるいのと、苦苦いコーヒーを飲んで、なるほど。パッて、出勤するっていう、ことですはい、はい。朝からプリンク。わかんない。イタリア人の生態がわからない。<笑><笑>まあでも僕はティラミスの方が好きだから、ね。ティラミスとなんて言った <laughs> いや、ティラミスクラシコだっ。あ、ティラミスクラシコね。はいはいはい。うん、あのね、いや、私が言ったのは、ティラミスとなんかの組み合わせみたいなのが最近サイズリアさん多いんで。うん、それもあるねだから。ティラミスが入った何かのデザートを頼んでっていう。んなんかね、ああいう大衆店で出てくる割には、なんかべちゃっとしてる。うん、ああ、そうですよね。なんかいい感じに、いい感じの湿度。<laughs> うんうん、いや、わかります、わかります、はい。いや、美味しいんすよ。あのー、なんていうか、間違いない感じの美味しさ。えしかも300円よ。 うん。300円。3 0円。なんか、イタリア料理店とか行ったら800円とかするじゃん。しますします三300円ですか行かないんだけどさ。はい。はい。なるほど。じゃあ続いて私4つ目行ってもいいですかはい。ほうれん草のグラタン。はあ。いや、これ私、カンオトさんと行ってるとき、我々サイズエリアさん、ちょ、しょっちゅう行くじゃないですか。行くね。 意外と頼んでないでしょ。頼んでないよ、ね、気使ってるんですよ。どういうことでしたあの、まあ、言っちゃいますけど、<laughs> ミラノフードリア、だ、はいたい頼むじゃないですか。で、みんなミラノフードリアは大好きだし、はい、ミラノフードリアこそ食べたことない人いないんじゃないかと思うんですよ。た、ただ、あえてそこでほうれん草のグラタンを言ってほしいんです。うん、これなんでかって、サイゼリアさんって、ホワイトソースにめちゃめちゃこだわってる。日本って乳製品高いじゃないですか。 うん、で多分牛乳の生産量が少ないからだと思うんですけど、サイゼリアさんはそこで考えました。やっぱりイタリア料理からホワイトソースを外せんと。で、でもホワイトソースを作るためには大量の牛乳が必要らしいんです。じゃあそれをどうやってお客様に美味しく安く提供するか、オーストラリアに生産ラインを作ったんです。<laughs> で、オーストラリアは乳製品大国らしくて、うん、で、そこで生産ラインを作って、大量の牛乳から純度の高いホワイトソースを作り、 それを輸入してると。で、そのホワイトソースをいっぱい食べられるのは、ミラノ風ドリ,アドリアではなく、ほうれん草のグラタンなんですね。いや、これさ、ずっと秘密にしてたけどさ、はい、ヒカル君、兼業作家、サラリーマンって言ってるじゃん。はい。実はサイゼリアの社員なの。<laughs> <laughs> あ、ステマ <laughs> そう、だからこんだけ語るんですよ。<laughs> ああ、会社から給料、PR じゃないけど、会社から給料もらってるってそうそうそう。あ、なるほど、ね。としか思えない。なりたい。<laughs> サイズリアさん入りたい。やっぱ食べ放題なのか<ー>商品開発部とかだったら食べ放題。食べ放題なんじゃないですか,ですかめちゃめちゃ語るなと思って。あともう一個言いたいんだけどさ。はい、僕に遠慮してさ、ミラノフードリア、あ、ほうれん草のグラタン頼んでないとか言ってたらさ。はい、ミラノフードリア頼むのはあなたの奥さんでしょ <laughs> そう。<laughs> あのね、うちのね、あの私の妻様もね、あの、サイズリア大好きなんですよ。 で、絶対ミラノフードリア食べれる。うん、まあ、一応言っとくとミラノフードリアは、うん、はい。リスト入ってる僕入ってないんだけど。あ、私は、あの、殿堂入りさせてます。また殿堂入りね。はい。いや、だからもう言うまでもなく、もうサイズの看板メニューだよね。もうね、間違いね、ゼリアさんのね。百8 0円あの、サフラン300円,300円じゃないですか。 あの、サフランライスの上に、ミートソースみたいなのがあって、で、その周りにホワイトソースが一周ぐるっとしてあるっていうメニューですね。で、焦げ目つくぐらいね。そう。焼いてあって。香ばしくてね。安い。あの早い。ミラノ風ドリアどうやって食べるか問題っていうのがあると思う。ん。あの、私、最近はさすがにやらないですけど、まずぐるっと周り、あの、円を描いているホワイトソースからこう、 外側からこう、ポリ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 って食べていくっていうのを昔やってました。<laughs> なんで <laughs> いや、だから、あれが前半戦なんですよ。<え>それを一周食べて、そもそもミートソース。ミートソースね。<laughs> はい。い。いや、これやって一緒に食った方がうまいだ <laughs> これ、これやってたのは子供の時ですからね。大人になってからはやってないですよ。アトラクション要素を求めてたの。そうです、そうです。いや、いかにどう楽しむかっていうこといや、ミラノフードリアはもう完璧。はい、超うまい。やめちゃくちゃうまいと思うんだけど、はい。いや、僕もね、もうなんだろう。社会に出るまで。はい。 サイズに行くたびに絶対頼んでたの。でも大人じゃん。はい。お金もいただいてるじゃん。はい。別の頼もうかなって最近思って。いや、わかりますよ。あのちょっと調子に乗ってる。マスト。うん。あのでもまあ。あの、大人ぶって大人ぶって。否定はできないですよ。いや、めちゃくちゃうまいんだよね。あのねいや、結構マジで言うんですけど、マジで100杯以上食べてる。僕もそうだと思う。本当に食べたと100以上です。だって行ったら絶対食うんだもん。 いや、そうですよね。何回ぐらい行ってるのかなま<や>、でも50は絶対食って僕はね。私、まあね。ま、うん、カノさんちょっと一時期距離を置いてた時期あるじゃん。<laughs> ゼリアさんから。<laughs> 深くは語りません。けどね。私はそれないですから。はい。だって20年です。確かに。年5回行ってたらですね、100回食べてるじゃん。いや、これは、ゼリアさんには申し訳ないんだけど。はい。学生の時さ、サイゼリさんには申し訳ないんだけど。はい。学生の時さ、サイゼ勉強してたらさ、はい。追い出されたんだよね。ああ。ちょっとそこから一瞬距離を置いてた。サイゼリアさんね、一時期そういう時期がありましたね。最近あんまり言ってないんだよね。難しいんだよね。いや、いいとことダメなとこあるから。うん。ああ、確かにね。あと時間にもよるという。まあ、混んでない時にね、 だったら、あれかもしれない。ま、あそこはね、店員さんに最初に確認して。迷惑のかからない範囲でね。そう。勉強してる方がおかしいんだから。サイゼリアさんもね、安く、値段を安くするために、人数最低限にして、やって、そう。ね、そうギリギリなんで、ね。ギリギリに、<laughs> ま、でをやって、で、やってらっしゃるんで、ちょっとご迷惑のないようにしていただきましょう。食事とおしゃべりを楽しむ場ですから。はい。うちの近所のサイズ、勉強してる人めっちゃいるけどめっちゃいますんね <laughs> な。なんでなんですかしかもさ、 割と混んでるとめちゃ混んでるのに、めちゃ勉強してる人いるから、あの、絶対勉強できないだろうと思う。騒がしい。めちゃくちゃ、子供ね、多いからね、そう、子供めちゃくちゃうるさいけどね、いや、わかります。はい。でね、結局何言ってましたっけあ、私が今4つ目言ったんですよね。そう、ミラノフードリアは、私の奥さんも認める。結論としては、ほうれん草のグラタン頼むんだったら、ミラノフードリア頼んだ方がいいよってことね。違うだ。違うよ。ホワイトソースを堪能する。 堪能するために、サイズエリアさんが新血を注いで。いや、だから周りだけカリカリ食えばいいじゃん。ホワイトソースだけ食べて。違うんだっつー。それいっぱい楽しむためにっていう話をしてるんですよ。はいはいはい。はいはい、い川本さん、言ってまじゃあ、5つ目いっていいっすか。え ?5 つ目、うん、もう5つ目,も5つ目だよ。あ、そうですか。えっとね、若鶏のディアボラ風。ああ、意外。500円。これね、はい。いや、ただね、いや、鶏もうまいよ。鶏もうまいんだけど、はい。はい、本体は、ディアボラソース。うーん。 てか、ディアブラソース、はい。<laughs> あれが好き。はい。あんなある他に。他で。いやー。なんか、玉ねぎ。食べたことないですね。なんだろうね。オリーブオイルとかで。いや、あれね、わからないです。ね。材料というか。なんかあれがめっちゃ好きで。何味なんだろうなっていう。玉ねぎの甘みが出てる、まあ、なんていうか、ソースっていうかな、なんていうんですかね、あれ。まあまあ、刻んである。 玉ねぎがばーっと細かく刻んである、まあソースというか、なんかこう、添え物みたいな。いやっディアブラソースって言って別売りしてるじゃん。はい。いや、だから全く様子が、様相が浮かばない方のためにですけど、うん、別にね、液体分、水分が多いかというと、そういう感じでもない。なんて言ったらいいのまあとにかくね、あ、あれじゃないあのさ、山形のさ、だしみたいな。あ<ー>なんだっけあれ、あれなんて言うんだっけなんでしたかね。<laughs> あるじゃないですか。キュウリ刻んでさ。はいはいはい。だし入ってさ。そういう感じ。はい、わかります。あれのなんか玉ねぎ、洋風玉ねぎ版みたいな。はいはい。だから、ディアボラソースがほんと好きで。はい。つい、もう贅沢しようかな、と言ったら。無駄に1個追加で頼んでさ。うん。ディアボラソース倍にして食おうかな。ちなみになんで、ディアボラ風ハンバーグっていうのもあるんですよ。なんでチキンなんですかチキンの方がなんか合わないああ、そうですか。えー、あの、玉ねぎの感じはいはい。 え、ちょい言っていいですかあ、はい、私5個目、ディアボラ風ハンバーグなんです <laughs> <laughs> あ、そうっすかはいで。ちょいかぶりしてるんですよ。別にハンバーグもいいとは思うけど。いや、えっとね、ディアボラにソースに関してはいろんないです。全く。同じ意見です。で、サイゼリアのハンバーグ美味しいんですよ。いや、美味しいよ。あれもね、 だいんちく語っていいですか ?300 円台だからって舐めんなよと。いや、ほんハンバーグ。ハンバーグね、い400、ディアボラフがついて、プ百円、100円。500円。480円、500円みたいな。みたいな。えぐいですよ。いや、あの、よくあるじゃないですか。ジャンボハンバーグ。うん。えっと、5 0 0ラ1500円、1800円みたいな。みたいな、なんか、2000円みたいな。よくある。そんなあるじゃないですか。見たことあるじゃないですか。絶対サイズエリアさんで、ディアボラフ、ハンバーグ、 3枚頼んだうがああ、トリプルハンバーグみたいな。ああ、それいいね。絶対その方がいい今度やるあの、いや、やりたいです。企画で。いや、やりましょう。サイズのハンバーグ何個食えるかとか。ああ、いいですね。あやってみましょうか。あとさ、違う話になってんの。やっぱ企画の話で。サイズでさ、酒なしでいくら使えるかとか。もちろん完食前提よ。ああ、いいですね。いや、普通に楽しそう。楽しそうっていうか、普通に食べたい。サイズ行きたくなってきた。 今日行きたい、ね。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、すいません。はい、話を求めます。や、で、ハンバーグ。いや、サイゼリアさんのハンバーグ、あの、ファミレスでハンバーグ食べる人と食べない人いると思うんです。うん、で、私、食べない人だったんです。うん、まあ、ちょっと高いしね。高いし、そう。で、あんまり正直、美味しくないというか、まあ、美味しいイメージ持ってない人も多いと思うで。うん、でも、サイゼリアさんのハンバーグ食べてみてほしい。 あの、めちゃめちゃ肉なんですよ。<ー>あの、これも調べたんですけど、はいはい、つなぎをね、オーストラリアでああ、でもね、牛から <laughs> <laughs> 牛を牧畜してみたいないや、えー、っとですね、ちょっと待ってくださいね。今調べてる。<laughs> ちょっと確かめます。あはい、いや、あのね、ちょっと、ここあ、ありました。ちょっと読んでいいですかはい。目標は、つなぎを最小限にして牛肉比率を高め、 牛100%の美味しさを追求した贅沢なハンバーグ。オーストラリアであれば、新鮮で良質な世界一安全なお肉を厳選して使用できます。サイゼリアのオーストラリア工場が牛 100%, 牛100のリッチなハンバーグをリーズナブルな価格でお届けすることを可能にしました。や,やっぱりオーストラリアだった。牛だった。<laughs> すごいね。はい、<ー>牛つながりは全部オーストラリアっぽいですね。なるほど。いや、なんで、すんごい肉なんですよ。うん、食べた時。 で、うん、同じ漢字を、あの、他の、あの、チェーン店で言うのであれば、うん、マクドナルドのパティ。うん、あれ食べたときに、うん、うわ、肉だなって思うじゃない,いやただいや、同じとは言ってないですよ。うん、食べたときに、うわ、牛だなって感じるのが似てる。マクドナルドさんだって。僕、ビッグボーイで、タワラハンバーグっきかな。はい、うわ、牛だ <laughs> じゃあ、比較検証してみたらいいんじゃないですか <laughs> いや、というわけで、うん、いや、ハンバーグを、別にディアボラ風じゃなくてもいいんで、ハンバーグを、ちょっと確かめてみていただきたいなってことで、うん、私は、ムノの5千に選んだんですよ。なるほどね。もしサイン税は言ってるけど、はい、ハンバーグ、そういや頼まないなっていう人は、はい。頼んでと、はい。なんで、そうそうそう、頼んでみていただき、うん、で、ディアボラ風にするのがおすすめですっていうことです。でディアボラソース真ま目よ。それこそさ、それこそさ、<laughs> はい。ペ,ペペロンチーノに入れたらいいんじゃないの ああ、やったことないけど。全然ありそうですけどね。いいんじゃないですかそんな感じで。ちょっと私、言い忘れたのがあって。は。あの、殿堂入りがもう一つあって。はい。で、あと、あの、審査員特別賞。いや、ちょっと待って、5000って言っといた。はい。あんた何個言うんだよ。絞れや。許して。紹介させて。あ、はい。ちょっと簡単に紹介させて。あ、まず、あの、殿堂入りなんですけど、フレッシュチーズとトマトのサラダ。 これ昔はね、モッツァレラチーズって言ってたんですよ。いつの間にかフレッシュチーズになってた。うん、なんか変わったんかねあの、わかりにくかったんじゃないですか。<laughs> モッツァレラチーズって注文できない人が多かったんだと思うんですけど、<laughs> いつの間にかフレッシュチーズになってたんですが、これも出てきますよ。まさかの,の。まさかの。<laughs> 牛関係は <laughs>。まさかの、まさかの、これはですね、 えー、あ、でも、オーストラリアじゃないのかもしれないです、ね。違うんかい、ね。<laughs> <laughs> 違った。どことは書いて、あ、これはね、イタリアでした。まあ水牛はまた違うんじゃないのうん。そう。普通の牛より水牛の,あのミルクの方が濃厚らしいんで、美味しいらしいんで。で、水牛から作るモッツァレラは、バッファローモッツァレラっていうらしくて、まあ、美味しいらしいんです。うん、で、塩水にね、つけて、豆腐みたいにして作るんですけど、それを塩水につけたまま、イタリアから、 また直輸入して。<laughs> で、提供してるんで、ものすごい新鮮なんですよ。<ー>で、で、これ私のおすすめの食べ方なんですけど。やっぱサイズシャインだろ。<laughs> ゼリアシャイン。ゼリアシャイン、いや、なりたい。転職しようかな。<laughs> 転職したろ。<laughs> あのー、私これもドレッシング頼まないんですよ。あはい、ドレッシングなしにしてくださいって言うんですけど。はい、で、オリーブオイル、さっき言ってたオリーブオイルと塩で食べるんでよ。と、はい、ツーブってやつつぶツーブって思われながら、はい、で思われながらも、 それも、それを意味も返さず、食べるんですけど。<laughs> で、これはさっき、あのー、調べてて書いてあったんで、うん、あ、確かになと思ったんですけど、低温で保存してるらし保存してるんで、うん、ちょっと硬いんです。はいはい。最初に提供された時は、鮮度を重視してるがゆえに。なんですけど、少し置いて、温度を上げて、うん、上げると、あの、フォークでツンツンした感じが、 ふわふわしてくるんです。でちょっと,と溶けてくるて、ね。ちょっと溶けてくる。そう。柔らかくなる。うん、ここが食べ時です。だから、あの、うん、あれですよ。ハーゲンダッツと一緒なんですよ。ーハーゲンダッツ冷凍庫から取り出してすぐ食べちゃダメなんですよ。ただ僕はあのね、フレッシュチーズのね、硬い感じが、硬い食感が好きだけどね。うん、私もそうです。 え <laughs> 今の話何だったのあの、いや、私は両方やった結果、硬、うん、い方がいいなと。<笑><笑>じゃあ、ダメ、ダメじゃん。サイゼリアさんがおすすめするベストな食べ方は、ちょっと置く。あ<ー>らしいですよ。なるほどね。はい。ちなみに、私、さっき今言ってた、ハーゲンダッツもカッチカチで行きたいタイプなんで、<laughs> <laughs> 基本カチカチが好きなんで。いや、だからさ、己の意思を殺してさ、社と、はい、してのさ、ね、意思を伝えてるってことは、やっぱ社員だろ。<laughs> <laughs> 確かに。<laughs> 会社の方を優先してることでサイゼリアさん、さんオファー待ってます。オファー待ってます。いつでも行けます、はい。ヘッドハンティングしてください。<laughs> はい、で、今のが殿堂入り。 じゃあ、これでもう全部。いや、まだまだまだ。審査員特別賞言わして。これ二つあるんですよ。だからさ、マジで何個言うんだろあげあと3個、あと三個。自分の好きなの好き放題言ってるだけじゃ。いいじゃん。いいいいじゃん。いいじゃん。はい、はい、それね。どうぞ。審査員特別賞ね。はい。トリュフアイス。ああこれね。これね。高いんですよ。四百円ぐらいするかな。デザートね。デザートの中では最高級メニューなんですけど、 これね、小学生の時に誕生日の時だけ頼めたメニューなんですよ。普段頼めなかったよね。そう、高いんで、高いから小学生が頼むものにしては。<laughs> はい、で、それをね、誕生日で食べるのが年一回ですからね。うん、楽しみで楽しみで、まあ。要はチョコレートアイスケーキみたいな感じで、ね。そう、で、真ん中に、まあ、バニラ。 アイス、うん、が、包まれてるんですけど、はい、そういう見た目にも楽しいアイスなんです。でも、ヒカルくんあんま頼まないよね。頼まないです。トリュフアイス。はい。私、あの、食後にあんまデザート食べないで。え <laughs> いやでも、食べたいなって思った時に食べると、やっぱ抜群に美味しいんですよね。あ、はい、やっぱちょっとその、昔のことを思い出す、教習心みたいなものも、こう、刺激されて、すごい美味しく感じるで、うん、涙出てくる。出ますね。うん、<laughs> はい。なんで、トリュフアイスこれ食べたことない方ぜひおすすめしたいなと。もう一個。 あはい、コーンクリームスープじゃない方。うん。と言いますとというと、あの、定常メニューとしてコーンクリームスープがあるんですよ。はいはい。でもサイゼリアさん、季節によってもう一個スープ出すんです。はいはい。そっち。それ全般的に美味しいんで。どんなんのあの、今あるのはアスパラガスのスープ。 へえアスパラガスそう。<ー>で、多分季節の定番メニューになってるんですけど、一、うん、個は冷たいパンプキンスープ。あーまあ、まあまあ、まあ、美味しい。うん、で、もう一個は、あのー、あれです、マッシュルームスープ。あのね、色がね。色がね、<laughs> やたら茶色い。<laughs> 茶色とか、茶、グレー。茶灰色みたいな。そう、灰色入ってるんで、<laughs> ね、マッシュルーム。の色ね。そう、<laughs> そうそう,そういやで。見た目にはね、正直あんまり美味しそうじゃないんですけど、す私、キノコ好きなんで、うん、あの、マッシュルームの香りがすごいして、しかもトロっとしたね。 クリーム系で、めちゃ美味しいんで。あれ、うまいし、他であんまね、食べたことない。食べたことないです。見たことないです。サイゼリア以外まあ、イタリア料理店行かないから。うん。イタリア料理店だと定番なのかもしれないですけど。行かなすぎてわからないだから、いつやってるのかもちょっと把握してないんですけど、見かけたら。秋じゃないの秋、あ、秋か。秋ですかね。見かけたら、ちょっとぜひ頼んでいただきたい。夏、夏は、冷静、あの、パンプキンスープがあるんで。ぜひ。冬は。 ななんなんですか、ね、1> 月1は絶対行ってるんだったら分かるんじゃねい <laughs> いや、だって変わるもん。<laughs> もう毎,年毎年忘れてるって。毎年忘れてる。こんな新商品出たか。きたきたきたつって。<laughs> ちなみに季節のメニューで言うと、あの、絶対食べていただきたいのは、ボンゴレ。ボンゴレビアンコ。うんあの、だから、あね、アサリか。アサリのオイル系のパスタなんです。むっちゃ美味しい。ああ、頼んだことない。私、あれあったら絶対頼む。すんごい美味しいまあ、ボンゴレ自体美味しいしね。<laughs> そう,そうそう。でもね、やっぱオンゴレだってね、多分ね、600円とか六百600円、700円ぐらいか。はい。非常に安くて美味しいんで。はいで。ちょっともう一個だけ紹介していいですか<の>いや、本当と、れここまで来たら、もうすべて、うん、もうさらけ出して。うん、あの頃の最世賞これも惜しくも、惜しまれながらも、消えてしまったメにー。あ、あれだ。 コーヒーにつけて食べる硬いパンみたいなやつ。うわ懐かしい。これ分かる人いるのかなありましたね。あれめちゃくちゃ好きでさ僕。いやなんかね、甘い硬いパンみたいなやつなんだよね。で、なんかね、あの、ナッツとかが中に入ってて。で、そのまま食ってもいいんだけど、硬いから、コーヒーにつけて食べると、そのコーヒーの苦味と合わさって、超うまい。や、りましたね。あれすごい好きだった。あれもう一回出してくださいかなね とかに。ああ、カルディに売ってそうなやつですね。いや、わかります。でも、それじゃないです。うん。あの、私のあの頃のサイゼショーは、ミラノ風カツレツです。あったね。あの、要するに、要するに、まあ、メンチカツですよ。はい。の上にトマトソースと、あとチーズがかかってたかな。うん。あの、その、サイゼリアさんの美味しいハンバーグになんと衣をつけちゃいました。メニューで。え、ハンバーグ ハンバーグとか、まあ、ひき肉うん。そうなのそうなのそうそう,そうそうそう。もう覚えてないや。それがね、私本ほんと好きでね、かなり食べてましたね。小中学生ぐらいの時。いや、なんで、これもね、ちょっと。てか、サインゼリアさん、復刻キャンペーンみたいなってくれないかな <laughs> <laughs> なんかこう。 過去あったメニューをバーって一覧にして、投票してみたいな。うん、あな、ね、社で提案すればいいじゃん。ああ、ちょっと企画持って面接行くか。<laughs> いやでもあれじゃないサイズさんはもうやっぱ素材にすげえこだわってるから、はい、そんなホイホイさ。いやでも、一括とかできないんじゃないほんとそうだと思います。サイゼリアさんは、やっぱ世界情勢に合わせて、自らを変容させてきた集団だと思うの、うんね。原価がどうのこうのとかよく言うじゃないですか。うん、でも、やっぱりお客さんも。 安く、毎日美味しいもの、提供するために変わり続けてきたということだと思います。うん、そんな好きだったら今度聖地巡礼行ってきたら。あ<ー>サイズ1号店、千葉でしょって。あ、でも、営業はしてないんじゃないかった。あ、そうなんだ。確か、残ってなんか、有志の方によって、<laughs> 残ってるらしいですよ。ヒカル君みたいなやつ。 あ、多分ね、持ち主の人を、その場所の。じゃあ、拝んできたらいいじゃん。ちょっと普通に来たい。マジで。歴史を感じてこればいいじゃん。ああ、いいね。やろうかな。多分そんな遠くないだろうし。医の企画にしよう行ってみた。その後、普通にサイゼも行っいや、だからサイゼパワーを身に浴びて、パワースポットだから。はいはい焚き見に行く的な感じでね。そうそうそう。いや、いいっすね。いや、じゃあ、 ちょっとね、もうすぐ1時間になるんで、うん、5000まとめましょう。あわかりました。はい。はい、ちょっと、ディアボラは譲って。あ,あはい。<laughs> <laughs> じゃあ、1個確定。うん。1>, 1つ。ディアボラ風販グ。じゃあ、2つ目。ラムのランプステーキは入るやろ。うん、いや、入れましょう。おお<ー>。あの、これは、ラムのランプステーキというメニューを応援するためにも入れましょう。うんだって、これ、サイゼリアさんが、うん、あ、もうだってもう原料手に入らんから、やめるわって言ったら、うん 我はもう二度と食べれない応援という意味でかラムのステーキみたいな見たことないもん、ね、ないないないあのどこがどこの会社さんが全国チェーンでのファミレスでラム出そうぜって言うんだって話でサイドリアさん以外いないっすめちゃくちゃうまいからね本当に。に、はい、ぜひ食べてほしいまあ今売ってないんだけど、はい、<laughs> 3つ目 カモさん、これ入れたいっていうのはまあ、辛味チキンかなまあ、外せないですね。<laughs> いや、外せないの多すぎんだよね。いや、そうなんすよ。10銭にします <laughs> <い>、ね、<laughs> じゃあ、ちょっと、辛、まあ、辛味チキンな。でも、サイゼリア行ったことある人は、ね、基本、まあ、みんなね。みんな食べてますから。食べ小指のサラダ。あ、それはね、入れましょう。じゃ私、テーブルに置いてあるチーズとオリーブオイル入れていいですかそれダメ。それメニューじゃないの <laughs> 無料。無料だ,だ無料。なんだよ。 サービス品だもん。じゃあ、じゃあ、じゃあ何ちょっとホワイトソース入れたいんですよ、私。いや、じゃあ、ミラノフードリアだろ。しょうがないでしょ、これは。なんでええいや、だって僕食ってないもん。え、食べてないのじゃあ今度頼もう。ほうれん草の。じゃあ今度頼もうじゃあ一旦ミラノフードリアで。まあまあ入りましょうか。さすがに入るんじゃないしょうがないよ。しょうがない。うん。さよか。あと一個じゃあ、ちょっと待って、ミラノフードリア、カッコホワイトソースって書かせて。 どうぞ。<laughs> <laughs> <laughs> はい。あと一個か。なんかね、全然話してなかった。ピザもうまいよな。ピザね。普通にやっぱね、マルゲリータがなんだかんだ一番うまいよ。あのね、マルゲリータ、カッコ、ダブルチーズダブルチーズあの、チーズ増量できるんですよ。100円とか足したら確かできん。増量できるんですよ。<laughs> それだあ <laughs> <laughs> げてなかったのに。<laughs> それだ。忘れてた。忘れてたわ。じゃあ、マルゲリータに、うん。ダブルチーズトッピング。うん うん、これで決まりました。決まったで。一応まとめて言っておきましょう。一、はい、つ、あ、これ順位じゃないんで。一つ、ディアボラ風ハンバーグ。二、はい、つ、ラムのランプステーキ。三つ、小エビのカクテルサラダ。四つ、ミラノ風ドリア。カッコ、ホワイトソース、はい、に思いを馳せて、カッコ閉じる。五つ。高級料理店のメインみたいな。<laughs> <laughs> はい、わかりました。はい。五つ、えー、マルゲリータ。カッコ、ダブルチーズ推奨。 そうなってくると、ディアボラ風ハンバーグ、かっこィアボラソースって書けばいいんじゃない。<laughs> ああ、いや、でもハンバーグも先ほど申し上げましたけれども、<laughs> オーストラリアから <laughs>、はい、<laughs> ってことになるんで、いや、この5つですね。なるほどね。いやー、これ、一人では多分食べきれないんで、うん、2>, 2人、まあ、もしくは3人で行かれたら、この5セットで頼んでいただいて、うん ま、あとはね、はい。借りなければ、今日言ったよう、ね、な。そうですね。辛味チキンうまいよ。で、あとは、ドリンクバーで、サイズエリアさんドリンクバーも充実してるんで。ゼロコーラないけど。ゼロコーラないなよ <laughs> サイズさんゼロコーラぜひ、入れていただきたい。お願いします。まあこの5000買った時は間違いないですよ、と。間違いないです。サイズエリアに、まあ、行ったことない人は多分ほとんどいないと思うので、久しぶりに行ってみるかとか。うん、もしくは、近所にサイズエリアがないけど、うん、どっか出かけた時に、あ、サイズエリアある。 ってなったとき、ちょっと我々のことを思い出していただいて、<laughs> あ,あいつらなんて言ってたかなと思って。<laughs> なんて言ってたっけで、まあその時はね。ホワイトソース部分からこうカリカリ食べればいいんだって。<laughs> <laughs> そこかー、それね、あの、同行してる人によるね、それやっていいかどうか。すごい下品なやつだと思われるから。<laughs> やらない方がいいよ。<laughs> 一緒に食べた方がうまいんですよ。<laughs> そうですね。ミートソースとね、はい、ホワイトソース。 はい。じゃあ、いや、これね、YouTube で何やるっていう話をしてる時からね、うん、サイゼリアさんの回だけはね、どうしてもやりたかったんで。まあ、好きだからね。本望です。だって、ヒカル君、好きすぎて完全にルール違反してたもんね、今日ね。うん。5千だっつってんのに。10個ぐらいあげた。<laughs> 10個ぐらいでした。<laughs> いやさ、これはね、映画は絞れても、あの、映画、魂の映画シリーズで絞りましたけど、うん、あの、サイゼリアさんのメニューは絞れなかった。うん、はい。じゃあ、 じゃあ、サイゼリアではなく、サイゼリヤだということだけ。それが一番言いたかったです。それ一番ね、覚えて書いていただいて。嫌です。はい。じゃあね、次、あの、動画でお会いするときは、私はサイゼリアさんの社員になってるかもしれないので、その、そちらの方もまた合わせてご報告させていただきたいと思います。今日から活動、転職活動を始める。はい。始めます。はい。じゃあ、リクナビレクストに、この後登録しますはい。頑張ってください。はい。行ってまいります。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい。ムノでした。ありがとうございました。川本でした。 今回の昨日見た夢の話は以上です。話してほしいテーマ、企画、質問など随時受付中です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。